猫がスリスリするのはなぜ？みんなこんにちは、アテナくんだよ。どうして猫はスリスリするんだろう。今日は猫ちゃんにお話聞いてみたよ。僕がスリスリするのはなぜかって、一つは匂いだね。僕たち猫は君たち人間よりも鼻がいいにゃ。だからいつもと違う匂いが落ち着かない。例えば、にゃ、ご主人様が帰ってきたにゃ。あれ、いつもと違う匂いだにゃ。落ち着かないにゃ。じゃあ匂いをつけてあげよう。それで匂いをつけるんだ。スリスリしてね。僕らは匂い物質を出せる場所がいくつかある。スリスリするときは主に頭と尻尾から出る匂いをつけているんだよ。お客さんにスリスリするのも同じ理由だよ。でももちろん飼い主が好きでスリスリもする。あれ？スリスリしたらなでなでしてもらえた。嬉しいな。またスリスリしたらなでなでしてもらえるかなって。なるほど、そういうわけだったんだね。猫ちゃん、どうもありがとう。今日のまとめ、猫がスリスリするのは飼い主がいつもと違う匂いなのが落ち着かないから、自分の体から出る匂いを押し付ける。愛情表現として、以前スリスリしたら可愛がってもらえたので、スリスリすると可愛がってもらえると学習したから。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。